皆さんどうも光です。久しぶりですね。最近はな、パソコン調子良くないんですよ。マイクがないから、パソコンマイクで音声が取られて、そこがやっぱりそのパソコンの音がすごい取られてしまって、まあ一応編集できるのはできるんですけども、あんまりにもひどくて編集してももうすっごいおかしくてね。ああ、もうほんまにマイクが欲しいな。ちゃんとしたマイク。で、今も多分そんなに良くないと思うけど、まあどうでもいいんですよ。あんまり長い間動画作らなかったら自分もちょっと興味なくなってしまう可能性が非常に高いので、今、作ります。なんか久々で、わけわからなくなった。まあ今な、言いたいことはまあちょっと詳しいことはまだちょっと言えないけど、最近な、すごいいいことあったよ。まあ確かに大切な人の件でまだちょっと、まあ苦しいのは苦しいけど、だがな、やっぱ一つ、失うことがあれば、一つ得るものがあるよね。っていうか、その表現、逆かな、普通。一つ得るものがあれば、一つ失うものがある。もうよくわからないけど、私は、ちょっと逆だったかな。やっちゃう？実はこの、いいことは、その、大切な人が、転勤することを知ってた前に、起こったんですよ。まあ、こう、一回限りじゃなくて、ずっと続いてるものなんですけども。なので、やっぱり一つのものを得たら、一つ失ってしまうよな。辛いな、この世の中。だからそのいいものは、ほんまにいいものなんですよ。すっごいいいものなんですよ。今何より嬉しいんです。っていうか幸せなんです。で、そのことのために、まあちょっと化粧も頑張ってますけど、どうかな？眉毛すごい迷ってますけども、ちょっと今、ね、ここら辺、なんか消えてるけど、ここだったかな？こっちはちょっと、ここより上になってます。わかります？ちょっと。ほら、じゃあ、こっちの方がちょっと上やな。ああ、どないしよう。まあ、ええねん。もうそろそろ夏やし、夏の時絶対もう化粧できひん。暑がり屋ですっごい汗だくからな。まあ、詳しいことは言えないから、ねえ、この以上何も言えないんですね。だが、元気してるっていうことを報告したかったかな。あとこれからも動画いっぱい作りたいと思ってます。まあ、パソコンの調子がいい限りでね。だが、もうそろそろっていうか、多分、2、3ヶ月ぐらいかかると思うけど、新しいパソコン買うつもりですし、ちゃんとマイクも買えると思うんで、あともう少しね、我慢したら、動画の、まあ、内容は相変わらずそんなにね、良くないと思いますけども、まあ、良くないというかちょっと微妙やな。だがその動画の、クオリティが、ちょっと高くなるのかな。だからこれからもよろしくお願いします。ではまた。